の切り札があります。ジュビロ、山本康介、右に振って駒野、クロスが入る、ゴール前だ、ヘディングシュート、決まりました、同点、2対2の同点に追いつきました。今のこうフリーになったところで、はい、ここで駒野から本当に綺麗なボールが、イーグノ、そうなんですね、イーグノ2試合連続ゴールです。2トップ揃い踏み。いやでも本当枠を外さないですね、このプレイヤーのシュートはね。